確かにそうね。でもきっとこれからわかるはずよ。彼と温泉デートへ出かければ、彼に渡したチケットは6枚、語学友がお二人、つまり主様たちは3人。ならば我らも3人で合わせるのが道理でしょう。3人では問題は誰が行くのか。ボストの温泉行きたいのです。では1人は直接誘われて。あなたは用事があって任務には参加できない。そうでしょ。いい、大人げない。そうでしょ。あれよね、そうし影の英知のパワハラってやつ。この任務は七影でもなければ達成不可能でしょう。ここは私が。お待ちください。人選は表社会への適応率も考慮するべきでは。土地勘のあるものに回すべき。任務中の予算管理能力が重要のはず。任務期間を考えれば魔力の運用能力に秀でたものがふさわしい。状況の流動性を踏まえて臨機応変に行動できるものが必要じゃない。ボスと温泉に入るのです。どうやらやるしかないみたいね。もはや言葉は不要。手加減も不要。席は3つ、勝者は3名。デルタがボスと温泉に入るのです。行くわよ。七影じゃんけん。じゃんけんポン。